1月20日のケリヒメスイーツ、木曜日なので更新が入ってますよ。入ってるかな。なんか不安になってきた。4月の20日更新って書いてあるやつが、あれ、まあまあまあ、もしかしたらこのバナーの横に書いてないだけで、きっとあるはず。これが4月の13からこの間の続きで、いやそんなね、木曜日といえばケリヒメスイーツね、ゲーム内更新のある日ですからね、そりゃきっと何かあっと驚くような内容が追加されてろ。13。アップデート情報、これも13。本当にない。右下の無料スロットもないし。どうした？本当に何もない。今日木曜だよね。木曜日だ。いや、まあ、普通の人だったらここで、あ、更新がないんだ、これはサービス終了に向かってるんですねと思うかもしれないけど、ケリヒメスイーツに関しては、あえてじゃないな。そんなことはないと思う。このゲームに慣れた者たちだったら分かるはずだ。これぐらいじゃ、畳む兆しとは言えないぜ達成報酬残ってるやつなんかやろうかな。もうあれですよ、ケリヒメスイーツを何年も遊んできたやつだ、目が違うっていうこの辺りやっときますか。本当ケリヒメスイーツの動画のアップが毎日更新みたく言っておきながら、週に一度ぐらいになってすまない。ケリヒメスイーツに飽きたってよりかは、単純に毎日放送でストグラーやってるからだね。あれが1日にね、短くても3時間ぐらいやってるから、3時間って今までその時間何やってたかっていうと、動画作ったりとかね、収録したりとかやってたから、3時間あればね、いくつか動画できちゃうしね。でもそれでも毎日動画を上げつつの生放送とかなんで、たまたまねケリヒメスイーツの動画は上がってませんけど、もし他に動画をやってなかったら、シリーズやってなかったら、多分ケリヒメスイーツの動画上がってると思うんですよ。まあ、正直なところ他のね続きものでやってるやつとか、そっちの方が優先度は高いんで、たまたまケリヒメスイーツの動画が2の次3の次になってしまったっていうだけなんですよね。てかリアルにケリヒメスイーツ別に嫌いになってませんからね。だって今まで何年続けてきたのと思ってんのケリヒメスイーツのね、俺の動画、ケリヒメだけでそれ何本あるか知ってるかい2000本近くあるはず。もしかしたらもう突破してるかなってぐらいにはやってるんですよ。なのでもっと張り合いのある更新があってほしいっていうのはね、正直なところではありますけれども、まあそれでも、あ、ガチャの更新とかは、いや、この日付を見るに特に入っていないな。こんな感じですけども、ケリヒメスイーツはこれからも続いていくと思います。なのでこの動画も続けていくと思います。本当だよ。でここでね、いつも通りまた明日って言っておきながら、なんだ結局また明日どころか1週間後じゃんって思われるの嫌なんで、ちゃんとね言っておこうと思います。今日はここまで、また明日。